はいどうも皆さんこんにちは、コメトです。今回の動画は今からバスケを始めようと思っている人とか、バスケを始めたてだよとかいう人だったり、体育の授業でバスケがあるからちょっとできるようになりたいなっていうような超初級の、内容を僕の視点でそのドリブルについて解説していくっていう内容の動画になります。なのでこれを何度も見返して練習することでこのドリブルをマスターしてみてください。今回やっていくのは通常の、右左のドリブルをまずやっていきたいと思います。まず初心者っぽく見せないこと、初心者っぽくなくつけてればそれって結局通常についてる人と同じようにつけてるってことだと思うんですよね。で僕の思う初心者っぽいなっていうドリブルは手のひらでついてる感じ。例えばこう一気に初心者っぽく映ると思うんです。さっきと同じ要領でついてもこれ同じようについてるんですよ。言ったらさっきの通常ドリブルと手のひらをそれでやってるバージョンがこれなんですけど、つけてるかもしれないけどめっちゃ初心者っぽく映っちゃう。逆に指先だけでやるのもこんな感じに映っちゃう。だから手のひらを全部使うかって言われたら全然で、シュートの時の形あるじゃないですか。ここに、まあ、ベタッとつける人もいるかもしれないですけど、ここに若干空洞ができると思うんです。その手をこの状態のままこのシュートのスナップ、このスナップの感じのまま落としていく。でここでそんなにこんなに回転はかけないんですけど、ちょっとほどこういう回転、こっち回転はかけないんですけど、落としつつ、若干はボールが見てたらわかると思うんですけど、ボールのこの縦の線が少しずつ変わってる感じはあるかなって感じで、多分始めたての人とかは左利きの人は右手、右利きの人は左手っていうのがやっぱり難しいポイントにはなってくると思うんですけど、右でつく時の強さ、この強さ、どうしても苦手だと左の強さがこのぐらいでやっちゃいがちな、ミスっちゃうからっていうので、この強さでつけずにこのぐらいでついちゃう人いるんですけど、ミスっていいからもうこんなになってもいいから、とにかく強くつく。俺も飛ぶときあるし、とにかくこれは全部に共通して言えることなんですけど、ドリブルの練習は弾いて飛んでってもいいから、だいたい胸ぐらいで止めろって言われると思うんですけど、ドリブルの練習って、まあそれか膝ぐらいで止めろとかいう教え方もあると思うんですけど、最初はもう頭ぐらい強く強くイメージでやったら上達は早いんじゃないかなっていう。結局この手がボールに馴染む、ボールの形に馴染んでくるのがシュートにおいてもドリブルにおいても一緒だと思うんですよね。ボールと遊んでどれだけこの馴染んだ感じでつくことができるか。なんで ドリブルは強くつかないとダメなの？常に10割のパワーでさ、こうやって突き落とするやん。そしたらさ、試合中にやるときってさ、試合中にこんなんやるやつおらんけど、大体8割の強さでついてもこんぐらいで返ってくるわけやん。けど練習中で7割とかで、まあ、この強さで突き寄ったら、試合中でやるときにこのパワーが出るかって言われたら多分もっと弱くなるし、単純に跳ね返りが遅いとここ狙われるパターンが多いかなって俺は思う。確かに、こうついたタイミングでここを狙いやすいから、これやったら跳ね返る速さがあるからそこ狙うのも難しくなる。やっぱ手に馴染む感じが跳ね返
返りで、さっきも言ったけど、手にどんだけボールがなじませれるかがドリブルやん。ね、返ってくるとさ、やっぱ形に、その形になるよ、手が。なんで手のひらじゃダメなのかって言うたっけ。弱いし、そもそも手のひらでついた跳ね返りも弱いし、あと、繋がりがない、わかる。この手のひらでさ、結局シュート打つときこんな打ち方せんか。ここでこの突き方しとけばシュートに連動させれるけど、ここからシュートに連動させるに一回持ち替えてやるっていう無駄な一手間があるけん、ここはなんか今後のステップとしてシュートとかを練習していくときにこうやってついとく必要性、メリットが何もない。ポケットにもね、入れれんしね。そうですね、そこはポケット入れて絶対キャッチできるし、両手でっていう感じです。それ踏まえてもう一回さっきの映像どうぞ。以上になります。この動画が参考になった人はぜひ高評価を押して友達とかにも共有してみてほしいです。では次回の練習でお会いしましょう。ありがとうございました。みんな今日も動画見てくれてありがとう。おすすめの動画もよかったら見ていって、年内目標10万人に向かってみんなの一人一人の協力が必要です。一緒に達成しようぜ。